時刻は6時57分です。さあ、7時台はコメンテーターの方々とのニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、自由民主党参議院議員の青山茂原さんです。青山さん、おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 まああのイランのニュースとか本当に動いてますんで今日はいろいろメールやツイッターもいただいております。え後ほどしっかりじっくりと答えていただくこと。ものすごいことが起きまして。いや本当ですよね。昨日から今日にかけてまだあのいろいろニュースも動いてるところなんで最新情報も交えながらお送りしていこうと思います。青山さん本当国会忙しい中ありがとうございます。ありがとうございます。えあの国会もされることながらというか大変です。よろしくお願いします。 6月14日金曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です おはようございます。日本放送アナウンサーの新洋一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、自由民主党参議院議員の青山茂原さんです。はい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます青山さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、はい、最初のニュース、こちらです。 日本の老後資金は20年分不足世界経済フォーラムが報告書。 世界の政財界のトップが集まるダボス会議を主催するスイスのシンクタンク世界経済フォーラム WEF は13日老後の資金の不足によって日本では宅配に頼らず生活しなければならない期間が15年から20年にも及ぶとの報告書を公表しました報告書は具体的な金額こそ示しておりませんが金融庁の報告書とほぼ同じ趣旨の内容となっておりますで WEF は 日本の政府は退職後の資金不足を回避する環境整備のために対策を講じるべきだと指摘したということですまあこの金融庁の報告書っていうやつがですね、はいえー、95歳まで夫婦で生きるためには2000万円が不足するんだと貯めておくべきだというようなことが、まあ、書かれていたとされるものなんですけれどもなんだかこれが政局みたいになってますねまああのー、政局にすでになってますけれども、えー、あの今 飯こうちゃんが言ってくれたことも一個修正するとですね、金融庁のワーキンググループの報告書、2000万円貯めとけっていう話じゃなくて、公的年金以外に、リタイアする前の生活水準を最後の時まで続けるんであれば、2000万必要になるっていうか、あった方がいい、必要と言っていいですね。 それを投資してくださいね。うんうん、運用してくださいねっていうのが、金融庁の、金融庁らしい狙いであって。はい、まあ、それ以上でも以下でもないんですよ。投資のパンフレットみたいなた、ね。投資のパンフレットです<れ>はっきり言うと。うん、で、日本国民は民度が高くて非常に真面目なので、はい、例えばトランプ減税があると、アメリカ人は僕の知り合いまで含めてですね、はい、せっかくいいレクサス乗ってたのに、結構高額所得者なのに減税したら、 急に新しいレクサスの一番上のグレードにしちゃったりですね。<ー>すぐ使うわけですよ。はい。だからすぐに減税すると景気が良くなって、今トランプ景気に一応湧いてるわけですけども、日本だと、もう、民度が高い、本当に。まあ、みんな賢い。はい、ご自分でご自分の始末をつけようとする、まあ、いわば、武士道にも基づくような意識が非常に強いので、貯金なさるんですよね。うーん。ただからずっと日本のお金が埋もれた状態になっているんで、はい。それを運用して、 いわばマーケットに出してくださいという、い、えー、わば政府製のパンフレットみたいなもので、はい、その2000万という金額がないと生活できませんよというそもそも報告書じゃないですよね。うんうん、それからこのニュースの頭のこの、うん、ダブス会議を主催しているシンクタンクのこの報告書ですが、はい、あの報告書の実物を僕はまだ手にしてないので、と、えー、いうか読んでないのですね、英文を。うんあの そこはわからないんですけど、例えば今の,このニ,ュニュースで言うとね、日本では蓄えに頼らずに生活しなければいけない期間。意味不明じゃないですか。ええ、ええ、そうですね。これあの年金に頼らずに生活しなければならない期間が、はい、あ15年から20年っていうのはまだ意味わかるけど、何のことかわかんないですよね。そうですね。年金は支給、うん、されているわけですから、ね。で、あとこの報告書は、アメリカでは老後に備えた備えが10年分あって、はい。 日本では4年半分ぐらいしかないっていうことになってるけど、うん、僕の知ってるアメリカと日本の違いと真逆ですよね。うん、だからアメリカ人は基本的に貯蓄しないですよ。はい。だからあんまりそういうことに振り回されるんじゃなくて、あの、まず目の前の現実として、厚生労働省のはっきり言うとあんまり当てにならない調査ですら、年金だけで暮らしてらっしゃる、あの、高齢者のご夫婦が、おそらく半分以上いらっしゃるってことを考えると、はい。それはこの、 スイスのシンクタンクの報告書とも、うん、あの金融庁の報告書とも重なる部分であって、つまり、あのどんどん若い人が減ってんだから、年金も少なくて当たり前、はい、だから受給開始年齢がどんどん年齢上になっちゃっても当たり前、うん、とは思っちゃいけないと、うん、それだったらもともと社会保障の自己否定じゃないかということは、これを機会に考えなきゃいけないですけれども。うん あの野党からあこう問題提起があった決算委員会に僕も出席してましたけど、はい、だから自由民主党の議員だから、余計に公平を期して言わなきゃいけないけど、この部分を切り取るっていうやり方はね、やっぱりよくないんですよ、だから、うん、今あのおっしゃった通り、あり、政局にするためになってるんで、はい、ところが安倍総理の答弁も興奮してたから、うん、それはダメですよね,んすね一番冷静にやってもらわないとね、僕も含めてやらないといけないです。うん、はい、はい えまずはあ、まあ、世界経済フォーラムの報告書のお話でした、えー、続いて C の日本放送ニュースですおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です 今朝のコメンテーターは自由民主党参議院議員の青山茂春さん取り上げるニュースはこちらです安倍総理がイランのハメネイ師と会談イランの最高指導者であるハメネイ師と直接お目にかかり平和への信念を伺うことができましたハメネイ師からは核兵器を製造も保有も 使用もしないその意図はなないいするべきではないとの発言がありました安倍総理大臣は13日訪問先のイランで最高指導者ハメネイ師と会談しましたお聞きいただきました通り会談の中でハメネイ師は核兵器を製造も保有も使用もしないその意図はないと述べたということですがアメリカのトランプ大統領との対話については拒否したということです 最高指導者が原子と位置づけられていると、えー、国政全般に最終決定権を持っているという人ということですが、まあ、あの核兵器のことについての言及があったとっいうのは、これはどうなんですか、大きいと見ていいんですか。イランは一方で、はいその、トランプ大統領のアメリカが核合意から出た以上は。はい 核開発を再開することもありえるっていうのを、これはあの宗教指導者、最高指導者のハメネシーのサイドじゃなくて、はい、政府サイドからこういう話をすね出してますからね。うんだからこれは、イランという国をちゃんと理解していれば、当然役割分担があって、はい、そもそも今はイランはイランイスラーム共和国ですから、はい、イスラム革命によって成立して、当然、その革命後のイランというのは、 宗教指導者があくまで最高指導者として最終決定権と最終責任を持つ、はい、同時に実務は大統領が遂行して、うんで、これは選挙も行っているわけですから、はい、だから普通の西側のいわゆる民主国家と違うタイプの、うん、国家体制なので,、はい、で、そこを理解した上でえで、ー、言えば、あ当然、ハメネイ氏は イスラム革命に基づく理想を語っているんであってでそれが大量破壊兵器を持つということになるはずがないし、はい、え同時にトランプ大統領が敵対的な姿勢を示せば安倍総理の訪問に感謝や理解はなさっても、うん、じゃあトランプさんと話しましょうというわけにもいかないうんだから実際にはこれがいわば入り口であって、はい、特に9月に毎年国連総会があってですね安倍総理が国政選挙の後夏の 無事に政権を続けていたとすればですよ。はい、僕は危惧してますけど、うん、増税掲げて選挙に勝つ政権ってあるんですか<ー>、はい、僕は消費増税反対ですから、はい、変わりませんから、はい、まあ話を戻すと、無事に政権あるとすれば、9月必ず安倍総理は、国連総会においでになって、はい、そこにイランの改革派のローハニ大統領も必ず来られますから、はい、だからそこからの話が、実際はおそらくトランプさんも交えて、はい。 もあり得る、まあ、それを本当は模索してるわけですよ、そこで三者会談、だから、ハメリン氏はトランプさんと話されたり、お会いになる必要はないわけです、うんはい、それはまあえて言えば、日本でもお首相を超えた存在がいらっしゃるわけですから、すべての外国首脳にお会いになる必要は全くないわけですからね、うそ同じことなんで、だからいろんな宗教とか体制の違いを乗り越えて、それぞれの国をちゃんと理解すると、ですね、はい、本当の話は9月に、 トランプさん、安倍さん、そしてローハニ大統領、うん、この三者会談が実現するかどうかですから、はい、だから今回、当然、ハメネイさんは原理原則に基づいて話をされて、何もおかしくないわけですよ。で、これはびっくりじゃないんですよ。うんで、これをびっくりするかのように報じてるオールドメディアもあるけど、はい、それははっきり言って勉強不足ですよね、現実を知らないし、イランも理解してないですよ。うんイランに行ったことなくて、やっぱり話はできないんですよ。イランは実際に歩かないとわからない国ですよね。<ー> 一方で、一方で同時に、はい僕、僕も椅子から転がり落ちたのは、えー、やっぱこの最中にですね、ホルムズ海峡で、えーあのー、戦績はパナマだけど、実質日本がオーナーのタンカーが砲撃を受けたっていうのはですね、うんはい、これどなたかが小説に書いてたら、えーえー、僕はそんなバカなっていうことを思わずやっぱりね、個人的には漏らすというぐらいびっくり、事実は小説より気になるそのものなんですよね。うんうんうん えー、イラン沖ホルムズ海峡近くで13日東京千代田区の海運会社国家産業が運航するタンカーと台湾の石油大手台湾中油のタンカーが攻撃を受けたということです国家産業のタンカーは砲撃を受けておりまして2隻とも火災が発生、えー、日本人の乗組員はいなかったということでもあ,あるんですけれども、まあ、あの乗組員は、えー、脱出をして、まあ、無事だというようなことも言われておりますでこれ様々報道が出てるんですけれども、えー、まずアメリカの の国連代表部、13日午後の国連安全保障理事会の非公式会合で議題に取り上げるよう要請をするということが出てきております。またサウジアアアアアララビビビの衛星テレビ局アルアラビアは え、え、サウジを主体とする連合軍の報道官が、イランに近い武装組織風刺派や関係組織の犯行をほのめかしたという、うえー、犯行という見方をほのめかしたと報じております。まあ、ただ、イランの、国連次席大使はこの関与を否定しているということであります。また、ポンペオ長官もこれ、 会見を行ってますよねいやだから今の、まあ、サウジ系の報道にはちっともびっくりしないんですよね、ほの、はい、めかしただけだし、風刺シ派っていうのが皆さんなかなかなじみが薄いかもしれないんですが、はい、今、実は日本ではほとんど関心持たれてないけども、アラビア半島の一番南の端っこの端っこに2つ国があるんですけど、はい、その向かって左側の、えー、ところで、ですね、はい、イエメンでひどい爆撃が行われていて、これはっきり申しますが、 サウジの爆撃はひどいです。誤爆と言ってますけど、はい、病院、学校、狙い撃ちにしてるんじゃないかと思えるぐらい、子供がたくさん殺されてるんですよね。はい、で、ここにイランの関与があると言われてて、る、えーえー、に、サウジ系の,その政権に対して、フーシーっていう人を中心にしたフーシー派が反乱軍を率いてるわけですけど、はい、そこにイスラム教の中の宗派が違うイランが支援してると。ね、で、そのフーシー派がいわば、 代理人になって、ペルシャ湾でけしからなことをしてるんじゃないかっていう話があって、だから、今、サウジ系の報道がそれを示唆するの、むしろ普通で、むしろ遠慮して言ってないなと、あんまはっきり言ってないなと。でも、びっくりしたのはですね、この攻撃だけじゃなくて、今、飯田耕ちゃんが言ってくれた、アメリカ合衆国国務長官の、パンピーヨさんの、 記者会見に僕はまたのけぞったのっんですよ、うん、その入り口はね、はいあの、これはイランに責任があると言って、うん、それでも僕はかなりそこまで言うかと、まだこの段階ですよ、はい、そしたら、日本ではそれ以上報道されてないけど、本当はその会見の中身、うん、連絡来たんですけど、はい、それはあの日本語にすると、ですねこの責任があるっていうのは、アメリカのインテリジェンスと、それから現場で使われた武器、それから作戦実行に必要な、作戦実行に必要な専門知識のレベルの高さ。はい さらに、あの、最近のペルシャンで起きている、船舶攻撃などが、イランによるものだと決めつけてしまった上に、うん。これほど高度な行為をするための資源や能力を持つ者は他にいないと。これはあくまで代理集団って言い方もしてるんですけど、ええええええ、もう、こんな決めつけを、い。くらなんでもこの段階で言うかっていうね。はあ、早いっすね。<laughs> ていうか早すぎますよ、明らかにね。で、同時に、 水面下でその国連のグテレス事務総長とアメリカは接触するにもちろんしてて、はいで、非公開でやるみたいですけど、アンポリの会合で取り上げると、だからイランを追い詰めるっていう虚に出てるのは間違いはなくて、うんだからこのハメレンさんがそのトランプ政権と話すわけにいかないっていうのは、はい、まあそういう意味でもいわば。ええええ 当たり前って言い方よくないけれども、起こるべきして起きてるんであって、うん、これからその安倍総理は関与した以上は、はい、途中で逃げ出すことはできませんから、9月の国連総合会での、その、アメリカ、イラン、日本の三者会談の地図研に向けて努力する以外にないですね。はい、で、もう一つね、はい、この攻撃を受けた日本のタンカーは、<っ>日照期上げてませんから、<あ>これ戦績パナマなんで、はい パナマ船籍でも実質オーナーの国旗を掲げるべきだって議論はあるし、掲げてる国もあるんですが、日本の船はあんまりしないですから、今回の船は日照機掲げてないんで、パナマの国旗を後ろに船尾にかぶえていたパナマの国旗上がってたかどうかは僕は実は確認できてないんですが、日照機上がってないってことだけは確認しましたので、だから日本の船と思わずに攻撃した可能性は十分ありますからね。で、本来の意図は、 ホルムズ海峡いつでも封鎖できるという意思を誰かが示したのは間違いないと思ってて、ホルムズ海峡って、あの、僕はその辺りで泳いで見たこともあるんですが、もちろん泳いで向こう側に渡れないですよ、アラビア半島からイランのほうまで。でもですね、あの、まあ、狭いところだと30キロしかないって言われてますけど、本当はですね、こういう大型のタンカー通れるところって6キロしかないんですよ、幅が。そうです、水深のあるところはね。 で、単価が取通れるかどうかは問題なんで、はい、ちっちゃいボート関係ないわけですから。えー、だから要は、6キロですから、簡単に封鎖できて、はい、うん。そうすると、とりあえず日本にも油が来なくなりますから、<ー>自慢資源の実用が進んでませんから、ええー、ええー、と世界経済は大変なことになる。すで、うん、に床、油の値段上がってますよね。ちょっと上がってますね。うん、で、こうやって簡単に値段も上げられるわけですよね。いろ、うん、んな思惑が働いてるんで、うん、はい。 だからアメリカはそれを承知であえて極端な言い方を国務長官なさってるっていうのは逆に言うと戦争やる気はないわけですよ。戦争やる代わりにこういう口による攻撃に口攻撃でやってる段階ですから同時にそのハプニングは今回みたいに十分起こり得るっていうことですし国際選挙の直前ですけれども消費増税とか年金とかたくさん問題あるけども安倍外交もやっぱり。 それは争点にはなると思いますはい、はい、以上、おはようニュースネットワークでした日本放送、飯田康二の OK ジーアップ教えてニュースキーワードこの時間はサイボーズの金ントンがお送りします七時二十七分です今朝のコメンテーター、自由民主党参議院議員の青山茂春さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです 刑事事件の容疑者を中国本土に引き渡せるようにする逃亡犯条例の改正案の撤回を求め香港では今月9日に103万人ともいわれる大規模なデモが行われるなど緊張状態が続いております 香港の議会に相当する立法会の両訓言議長は13日、デモなどの反発を考慮して改正案の審議を再開しないと各議員に伝えました。再開の時期は未定ですが、香港政府は6月中の改正案成立を譲らない構えとみられております。6月20日にもというようなことが言われております。はい、まあ、うん、街に出てこう、と。まあ、7人に1人の方が参加したということも言われておりますけれどもね、うん、あやまさん。 まあ中国共産党の大失敗ですよね。大失敗。うん。これこのまま行くとですね。うん、例えば僕たち日本人も。はい。もう香港に行けなくなりますよね。<ー>旅行に行けなくなっちゃいますよ。はい。つまり中国共産党の独裁下での犯罪の立件っていうのは、はい。非常に恣意的。ええ。つまり気に入らないと犯罪者になった日本人、された日本人、今現在もいらっしゃいますからね。温泉の調査に行ってとかね。はい。取られたままの方はいらっしゃいますから。ええー。 で、政府、与党、住民、党の責任も含めて、きちんとそれに対応してないこと自体が問題ですけれども、その気に入らないと、例えば港で写真撮っただけでスパイだと言われたり、はい。そう、そういう状態のさなかに、うん、香港に旅行に行ってたら、うん、犯罪者にされたら、うん、はい。今度は中国の内陸部に連れて行かれることがあり得る。はい。だからそれはもう、花だしく中国のイメージを下げると同時に、うん。やっぱり香港にとっては観光産業、 まあ金融と並んで、とても大事ですから、ええはい、自分で大打撃を与えるで。これもう中国共産党っていうか、その香港政長も引っ,こ引っ込みつかないから、はい、今、あの、飯田アナが言ってくれた通り、ええ、もり、強行するんでしょうね。ますます,、ね、で,すですね、はい、あの香港の市民にとったらあの、命に関わる問題ですからね。ええ、連れて行かれて、例えば日本だといろいろ日本の資本も言われてるけど、ええはい あの一生行方が分からないってことはありえないわけですけれどでも本当は広大,広大な中国の内部に連れて行かれてあえて言うと臓器売買だって行われたりしてるわけですよねで政治犯とそれ関係あるんじゃないかってことを人権団体はずっとおっしゃってるわけですよね、はい、でそういうことも含めるともうその,そのことが全部事実かどうかは僕も まだ確認できないと言いますけれども、いずれにしても中国自身にとって大打撃ですよね。えー、だからむしろ香港を、はい、その中国のイメージアップのための窓口にしようと思ったのが、うん法輪港の活動などもあってですね、はい、それがもう逆逆に出てきてるんですよね。で、返還前の香港も、返還後の香港も一応僕は知ってるだけじゃなくて、ちょうど返還の時に香港にいたんですけれども、その時に知り合いの香港人がもう二度と、うん 青山の知ってた本校は元,元に戻らないよって<ー>もうこれ言うだけでやがては虎並みになるから、はい、こういう話、はい、あなたにするのもこれが最後だと言われて、はい、それはあのホテルの一室で言われてです、ねはい、非常に印象に残ったんですけれどもそれが日々現実になっていってるでしょ<ー>だから非常にしたとかであの頭のいい中国共産党あるいは中国政府がねうこういうことで香港のイメージを自分で切りつけるっていうのは、ねはい、あの日本はもっと あの正直にこれ、おかしいと言うべきだし、それから国会議員の責任として言えば、当然、国会で何らかの決議を図ったり、ですねあるいは住民との部会でそういう意思表示をしたり、政府がやらないんだったら、よけいにあの住民、党が引っ張っていって、そういう意思表示をすべきですよ。もう世界各国は 議会も政府も意思表示してますからね、これ、内政干渉っていうんじゃなくて、基本的な人権の問題ですからねこれね、河野外務大臣がここで個人の立場だと思うんですが、ツイッターで書いたりしてますけれども、そうじゃなくて、きちんとした立場できちんとした意思表示をすると。そうです国会にはその機能がありますから、え今日のキーワード、逃亡犯条例改正案でした。 時時刻は7時34分ですさあメールやツイッターでさまざまいただいておりますけれども、まあやっぱりこのね、えー、イランの話っていうのは、いろいろありますね、コトユパパさん、35歳、愛知県からいただきました、ありがとうございますホルムズ海峡、タンへの砲撃、今後の日本はどうすればいいと思いますか、はい、こういう時にこそ防衛について考える、そういったタイミングにしてほしいと思うんですよとお、いただきました。うんうんえー えっと、まあ、だから、この方の質問非常に <laughs>、ごめんなさい、正しいのは、はい、防衛っていうのが、うんうん、自国の領土、領海、領空はもちろんですけれども、はい、世界的に展開してないと、実は安全保障っていうのは、まさしく保障できない、安全保障できないっていうことがよくわかる話なんですよね。で、それも日米同盟だけがあればいいんじゃなくて、はい、当然日本独自の立場がなきゃいけないから、その意味では、 安倍総理が火中の栗を拾ってイランに行かれたのも正しいですが、あの、実は海上自衛隊を中心に随分、中東の安定にもですね、ええええええ。から北アフリカ中心に貢献してきたわけで、当然発言権はありますから、ホルムズ海峡の安全確保ってことについては、その安保理で非公開でもやるときに、はい。常任理事国では日本がなくてもええええ、その話の中には頭突っ込まないといけないですね。それも全部合わせての防衛ですから。はい さあ、この後は。鈴木アンジュのいってらっしゃいをお送りします。今週のテーマは、〇〇の父についてです。 さあ,あ、そして、時刻7時45分になるところです。えー、日本放送、飯田浩司の OK 工事アップ。この時間の相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩司と、新業一川がお送りしています。今朝のコメンテーターは、自民、自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。います続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ 青山茂春さんら5人の議員が日本の尊厳と国益を守る会を発足。 え今日のコメンテーター、住民主党、青山茂春参議院議員ら5人の議員の方々が今週の水曜日、国会内で記者会見をしまして、日本の尊厳と国益を守る会の発足を発表しました。えー、この会の目標は3本柱としまして、父、え、経、ー、系のお行為継承、えー、中国や韓国資本による不動産買収が進む現状から外国資本による土地買収の拡大防止と改正、えー、そしていわゆるスパイ防止法の制定を掲げ、必要に応じて、えー、立法 措置を目指すとしております、まあ、青山さん、はい、なんと言っても皇位継承について、三、まあ、本柱となっておりますが。うんまあ、日本の根っこであると同時に、はい、一番急ぐんですよね、他のことも急ぐんですけども、それから拉致被害者の救出やは憲法改正も、はい、もちろん急ぐんですが、えーその、まだ拉致被害者の救出できてないし、憲法改正もできてませんが、はい、まあ取り組んでることは取り組んでるんですよね。うーん しかし、この皇位継承の安定については、はい、あのー、五条位の時の特例法の付帯決議で,、はい、で、女性宮家の創設等ということが入っただけで、はい、政府はどうするのかまだ全然できてませんし、えーはい、それから土地が外国によって買い占められるということをみんな心配しているのに、うんまあ少なくとも自由民主党が何かしているようにも、政府がしているようにも全然見えない、はい、スパイ防止はないまま、はい だから、あの記者会見でずっと強調して申し上げたのは、自由民主党がやるべきを、やらざるままになっていること、それに取り組んでいくと、はいで、違いを強調するんじゃなくて、えー、一致点を探していって、えー、そして政府に働きかけて、実際に法律にしていくと、はい、いうことが目標です。ま、はい、もなく初会合も開きます。そうなんで,す、はい、で発起人は、不調私を含めた5人ですけれども、はいあの まあ参加広く募って、へえへへえこれ、あの超党派じゃないのは、ですね、うん、あの野党と今のところ意見が違うこと、例えば皇位継承について、はい、立憲民主党はすでに女系天皇も OK という姿勢ですし、国民民主党はあ女性天皇は OK と、特に女系、僕らの言い方だと母系、はい、母系、うんえー、を,を許すと、はい、王朝の交代になってしまうんで。うん 天皇家の終焉につながってしまうことは十分ありえますから、はい、だからしたがって、まず、そ自由民主党の中で、はい、あの一致点を探していって、そして今、政権党ですから、立法措置につなげるというのを目指しています、はい、これ、まあ、父系の皇位継承ということを考えていくと、はい、当然だから、あのーまあ、じゃあそうなるとね、こうこ,こから先、 を考えると、まあ、あのー、近所陛下がいらっしゃり、そして、秋篠宮、孔子殿下がいらっしゃり、はい、でそして久人、久仁殿下がいらっしゃると。新能殿下がいらっしゃる。はい。そのお先ということも考えると、やっぱり、旧宮家っていう話に。はい、そうです。で、これは、すでに、あのー、決算委員会で僕はもう質問をしてですね。えーえー、はい。で、その質問でもはっきり申し上げたのは、実は政府機関の協力も得て、いわゆる旧宮家に、好、はい、位継承者当たるにふさわしい、えー、父系の継承者にふさわしい、 え、男子がどれぐらいいらっしゃるかっていうのを、調べましたと。で、当然、あの、プライバシーにも関わりますから、はい、詳しくは、ここでも言えないし、うんうん、国会でも言いませんでしたが、でも、今おっしゃった被災者と新郎殿下と同年配とも言える、今12歳でいらっしゃいますが、はい、15歳以下の、好意継承だと、 皇位継承者になることができるであろう男子の方が5人いらっしゃるし、はい、20代前半の方を含めると、少なくとも7人、一説には8人、過去の時代と比べても、実は、不敬を保つにふさわしい方々がたくさんいらっしゃるわけですね、でも同時に、これも記者会見でははっきり申し上げたんですが、はい、例えばその皇統譜に、つまり皇族に戻っていただくとしたらですね。ええええ あくまででご本人の位置でないといいとけななですなぜかというと、例えば食業選択の自由にも関わるし、それから僕らが普通、国民として享受しているところの権利が大半、お持ちになることができなくなるんで、でこれはあの政府や与党の側から、あ少しでも強いるようなことがあっては絶対にいけませんから、だから丁寧にやらなきゃいけないので、一番に掲げたっていうのは、その拙速でやろうという意味じゃなくて、はい じっくり時間をかけなきゃいけないからこそ、一番に掲げてるっていうこともあります、はい、これ、確かに僕もそこを思ったんですよね、結局、その皇、あのー、室に入るということになると、そのはい、ある意味の憲法で保障された基本的人権の部分というのが、そのお適用の、まあ、ある意味の範囲外になるという、そこをこのお、まああの、ある意味の立憲民主的な国である日本で、 あの、ある意味の権利の剥奪というものをやれるのかなって、どういう立て付けにするんだろうなっていうのをすごく思いまこれはね、あの、ええ、もちろんその丁寧にじっくり考えなきゃいけないけども、はい、複雑に考えすぎることも僕は間違いだと思ってて、うん、というのは、はい、あの、全く非公式な話ではありますけれども、その、GHQ が法的根拠もなく、うん あの、申請効果、難しい言葉ですけど、要するに僕たちと同じ戸籍に、戸籍を作ってしまった。はい、そこから、まあ、70年以上過ぎてるわけですけれども、うん、しかしそれでも自覚を持ってらっしゃる方もいらっしゃるということも、まあ、これは、あの、あくまで側聞ですけども、はい、伝え聞いてはいるわけですよね。だから、ご本人の選択ということがまず第一ですし、はい、でそこで一つ問題になるのは、じゃあ15歳未満の、 ご年齢で、ご本人の選択っていうのが果たして有効なのか。うん、じゃあ、ご両親が OK すれば有効なのか。うんはい、そういう意味からしても、ええ、じっくり時間をかけなきゃいけないし、うん、で、今、父系の、父系の、皇位継承者が途絶えたわけではありませんので、はい、小泉政権の時は途絶えるということで焦って、女系、えー、母系、母系、天皇まで認めるかのようなことをや、はいあの、動きましたけれども、 それは今そういう状況ではありませんからね。ただし、これは日本の根幹なんで、はい、で、えー、準備しなきゃいけないってことと、あえて申せばですね、<っ>私たちの問題提起の一つが、<っ>男系女系って言葉、今法律用語でそうなってるんですけど、これ変えませんかと。これ例えばですねあの、英米人でも関心持ってる人が多くて、はい、これをファーザーズライン。<ー>こういう、あの、中学1年程度の英語で言っただけで、あ、そうかって、その効率がないアメリカ人でも、 うん、おかなり分かってくれるんですよね、はい、これがそのメイル、フィメイルっていうね、ええ、男女になると、これ、完全に誤解されるんで、ええ、実は関心のある方は、皇室典範の15条を見てほしいんですけど、はい、これ、実は僕ら、男子はですねどんなことがあっても皇族になれないんですよ。で、うん、でもで、ね、女性ですととと庶民から、はい、つまり皇族と結婚なさると、ええ 皇后陛下にもおなりになることができる。うん、だから実は女性を尊ぶ制度なんで、うん、だからその誤解招かないように、王朝の交代がない、父系、うん、父系、読み方はどちらでもいいですけれども、うん、それに用語を変えるってことも問題提起の一つです。うん、単なる言葉じゃなくて、あの、考えの根幹に関わることです。うん、はい。 えー、ここだけニューススクープアップ、日本の尊厳と国益を守る会についてお話しいただきました、えー。このコーナーも含めまして、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。 お送りしてまいりました OK コーチーアップお別れの時間が近づいてまいりましたまずはプレゼントご当選の方発表ですはい、えー、プレゼント二つありますのでまず一つ目飯岡の高見メロン二個入りです木更津市の小松久子さん町田市の佐藤正美さん桜市の高田誠二さん相模原市天野義男さん新座市の須田優子さんです続いて名古屋の米屋のピーナッツも中江東区の山中博美さん松戸市の本間奈々さん横浜市の小島信子さん板橋区の坂巻龍さん 木更津市の藤波龍さんご当選ですおめでとうございますおめでとうございます,いますさあこの後はあなたとハッピースタジオには春風亭一之助さんですおはようございますおはようございます一之助でございます、えー、さあこの後今日はですね、はい、パパ交流戦家族チンプレーコプレー対象ということで<う>交流戦やってますからや<あ>野球の方もセパ交流戦じゃなくて,てパパです ちょっと家族にちょっと特化したはいねパパですよパパですかねゲストはですね花輪さんです三人の子さを私も三人子供いて花輪さんも三人いますからちょっとその話しようかなとそしてスペシャルウィークですから聞いてください皆さん何ですか現金現金ですよ現金現金で数字を買うんですよ我々はえやめなさいよそうするの神戸牛切り落としも神戸様に当たりますからはいどうか一つ聞いてくださいはいどうもありがとうございますありがとうございます入るみいなあと十秒しかないからもう え、青山さん、本当、ありがとうございました。<laughs> ありがとうございます。またぜひお越しください。はい。いろいろ聞きたいないことがありますんで。はい。何でも聞いてください。この時間の相手、伊田浩二と、青山茂春と、茂雄一花です。この後8時から生放送、春風亭一之助、あなたとハッピー。